皆さんこんにちは、ナミです。この基本形の靴下が編めれば、さまざまな靴下を編むことができるようになります。必要な材料は極太毛糸 100g です。私は色を変えて編みますが、こういう一色でも大丈夫です。 100g 用意してください。針は 4mm の 80cm の輪針を使います。まずつま先からいきます。こちらの靴下を編むにあたっての準備編がありますので、そちらも参考になさってください。はい、まず作り目を作っていきます。こちらはジュディ式の作り目を作っていくのですが、はい、じゃあ針はこんな風に持ちますね。そしてですね、これ、上がお兄ちゃん、上がお兄ちゃん、長男ですね。そして下が弟、次男、この2人の兄弟の物語の作り目です。まずね、昔々あるところにジュディさん一家が住んでおりました。ある日、2人の兄弟はお父さんとお母さんに2人で協力してお家を作るように言われるんですね。まず2人の間に糸を通します。針を真ん中に通します。兄弟の真ん中ですね。そして置いて、こんぐらい、糸端が手前、糸玉が奥になります。はい、こんな風に置きました。これね、だいたいね、25センチぐらい糸端は取ってください。手からね、手をこう当てて、手のひらよりも、まあ、長めにね、こんぐらいかな。これで多分だいたい25センチぐらいあるのかなと思います。はい、そしてお兄ちゃんは お母さんにお願いねって言われたので、ここでくるっと回します。後ろでね、糸をね、くるっと回してお兄ちゃんの方につけます。この糸が落ちないように後ろでくるりとねじります。後ろでくるっとしたらね、糸先は向こう側、糸玉は手前の方に来てます。そしてところがね、もう何にもしないうちにね、この2人喧嘩をね、始めてしまいます。でお父さんとお母さんのところに話しに行きます。言いつけに行くわけですよ。したらお父さんとお母さん、ではこんな風に持ちます。お父さんとお母さんに話を聞いてもらうんでね、両方の指に引っ掛けてください。そして残りの3本でちょっと糸を沿わせるような感じで、こんな風に、まず弟くん、下の弟くんがお母さんのところに言いつけに行くわけですよ。まあ弟はね、甘えん坊ですから先に行っちゃうわけです。お母さんって言って、で懐にくるりと入ります。これね、横からこう入ってきます。くるん、もう一回にしますね。弟の方は横から、糸は下から上にこうやって回してくるんと入れます。そして次はお兄ちゃんの番です。お兄ちゃんはね、もう直球型なんですよ。曲がったこと大嫌い。真ん中からお父さんのところに行って話をしに行きます。真ん中から入って、糸は下から上。はい、今こんな風になってます。次は弟くんの番ですね。弟はお母さんの懐から入るので、横からスルリと入ります。そしてお兄ちゃんは真ん中から、もう直球ですよ、曲がったこと大嫌い、ヒュッと入って話をします。次弟の番。弟は横から懐にスルリと潜り込みます。
お兄ちゃんは真ん中からストレート、弟は横から入ります。お兄ちゃんは真ん中から入って、弟は横からスルリと入っていきます。はい、今ね、5目ずつできました。これをね、8目になるまで繰り返します。はい、これで8目出来上がりました。8目出来上がったらこんな感じになります。弟の方がちょっと左にポコッと今出てますね。はい、そしたら糸は後ろでこう沿わせます。はい、糸は沿わせますね。そしたらこんな風に持って、こっからお日様がね、昇るみたいに東から昇って西に沈むっていう感じで、この針をね、お日様が東から昇ってキューンと、そしてで西に沈んでいくっていう感じで180度ね、こう書いて移動します。くるりんと、そうすると、はい、今は弟くんが上でお兄ちゃんが下に来ました。この糸端の方は後ろに沿わせたまま、こんな風に沿わせたままお兄ちゃんを引き抜きます。お兄ちゃんが先です。よいしょ。ここからつま先を作っていきます。つま先は、偶数の段で増やすっていうことと、両端から2個目で、左右1目ずつ増し目をしていくっていう、そういう点があります。はい、私はいつもですね、分かんなくなっちゃうので、こういう表を作って、アナログでね、超アナログでやってます。ですね、1段目は増し目なしだったんですね。8目、偶数の段になったら2目ずつ増やしていきます。だから2段目と4段目、6段目、8段目、10段目、12段目で2目ずつ増やしていくと、ちょうどね、12段目で20になります。ここまで増やしていきます。まずは、1段目そのまま編んでいきます。そしたらね、今度は、反対側を編みますので、編み棒を持ってスルスルスルっと戻してね、ここに入れて、そして先ほどのこの下の針を出して反対側を編んでいきます。はじめのね、1目か2目ぐらいはちょっときつめに編むと、ここがね、端っこがね、線がつかないでピシッと編めるようになると思います。はい、1段目が終わりました。2段目ですね。2段目から増し目を始めます。このね、糸端、この糸端がいつも右に来るのが始まり、段の始まりになります。このそして、増し目をする場所なんですが、左右ね、一目入ったところ
を増し目します。なのでここです。一目入ったところを増し目します。そしてね、増し目の方法なんですが、こう下のね糸引きますね。じゃあこれから増し目をしていきます。まず一目目は普通に編みます。はい、そして二目目増し目をします。増し目をする目はここです。右の針でヒュッと引っ掛けて出します。でここに引っ掛ける。よいしょ。そうするとね、こんな風にここに一目増えた状態になってます。これね、これが増し目をした目です。そしてこれ注意点がねあって、私いつもよくなくすんですけど、こういう風にしてここでね今普通に編みますね。編んだらこの目が落ちやすくなるんですね。この目ね、結構私落としてしまうんですよ。なのでここしっかり持って3目目編みます。はい、今一目増えた状態になってます。そしてまた一目残すところまで編んでいきます。ここもね、ここで目を、増やすんですが、これはね普通に編んでしまいます。そして増やす目は今編んだのがこれなので、この下の目、この目を拾います。今度は左側の針でこうすくって、そして右の編み棒を奥まで刺して、後ろ側ですね、この後ろで表編みをします。こう刺してね、こうです。はい、今もう一目増えてます。そしたら最後は普通に編みます。じゃあちょっと数えてみますね。2、4、6、8、はい、今2目増えました。そしたらひっくり返して反対側を編みます。またこれをスルスルっとこう寄せて、じゃあ反対側も目増やしていきますね。はい、増やす目は内側から一目入った二目目なのでね、こことこちらになります。引き上げて一目目普通に編みますね。ここでねキュッと、ちょっとキュッと引っ張ってあげるといいです。そしたら、目を増やす場所はここです。目を増やす場所はここ、この目になります。そしたらこれを右の針で引き上げて上に持ってきますね。そして編みます。はい、これほら、ここで落ちやすいの、わかる？これ落ちやすいのでね、これをこうしっかり持ってなくさないようにしてくださいね。はい、今一目増えました。そしてまた一目残るところまで編んでいきます。これね、今編んだ目はこちらで、その下の目、下の目ここです。これをね
左で引き上げて、そして後ろ側を後ろで表編みをします。はい、ここです。そして最後一目編みます。これで両方とも10目になったはず。数えますね。2、4、6、8、はい、なってます。そしたらね、私はすぐ忘れてしまうのでチェックします。はい、じゃあ糸端が右に来てますね。始まりのサインですよ。はい、じゃあ3段目は普通に編んでってください。増し目なしで編んでいきます。はい、3段目編めました。なのでチェックします。はい、4段目は増し目の段になります。じゃあ増し目していきますね。1つ内側で増し目です。普通に編んで、ちょっと引こう、これぐらいにしようか。はい、増し目はここでしますね。この半分の編み目の半分だねを引き上げて、ここに入れて増し目していきます。この、はい、目は落ちやすいので気をつけてくださいね。残す時まで編んできました。そしたら増し目をする目は1個下、ここです。はい、ここを引き上げたら後ろに編み針を入れて、後ろで表編み。はい、そして最後の一目を編みます。こうなってます。12になったかな。2、4、8、はい、12になりました。4段目の反対側を増し目していきます。はい、じゃあ始めます。1個目は普通に編みました。はい、じゃあここで増し目しますね。引き上げて、そしてここで増します。はい、今一目増しました。はい、一目残るところまで編んできました。じゃあここで増し目をします。ここですね。これを引き上げて、針を入れて、後ろ側で表目をします。最後の一目は普通に編みます。はい、これで目が増した状態です。実はですね、今数えてみたら2、4、6、8、11、1個ね、目が足りません。やっぱりどこかで目を落としてしまった。あんなに注意してたのになぜか目が1つ足りませんでした。こういう時は慌てず戻らず編み進む。次の段は本来なら増し目なしなのですが、この段で一目増やしていきます。増し目なしです。進んでいきましょう。一目ぐらいはね、本当に履いちゃったらもう全然わからないレベルなので、このまま進んでいきます。私はここでもう一回増し目をしたいと思います。この一個前ね、こうどうやってなくしたのかわかんないですけどね。はい、じゃあここでね、増し目をします。これを引き上げて後ろで編みます。
これで両方12になったんじゃないかと思います。数えますね。西ローヤーと、はい、12になりました。はい、それでは6段目、増し目の段です。2目増やしていきますね。こことここで増やします。それではいきます。1目目は普通に編んで、2目目で増し目をします。ここですね。この目を引き上げて引っ掛けます。はい、はい、今増やしました。はい、ちょっとねお茶とか飲みながら、はい、じゃあ続き始めます。1目残すところまで編みます。はい、そしたらね、この目です。この目で増し目をします、ね、後ろに刺し表編み、はい、じゃあちょっと数えますね。14目になりました。反対側も増し目です。よいしょ、キュッとしてここですね。これを引き上げて上に持ってってここで編みます。はい、今1個増えました。このまま1目手前、1目終わるところまで編んでいきます。はい、じゃあここで増し目をします。こっちのね左側は、2目下、ここをよし引き上げて後ろに針を刺して後ろで表編み、はい、最後は普通に編みます。数えます。2、4、8、14。はい、14になりました。さっきねここでね一目足りなくて、1個手前のね段で本当はね増し目をしない段で増し目しましたけど、まあ、一目ぐらいだとね本当全然わからない。7段目です。増し目をしない目です。うんね、編み物はね楽しみながらゆっくりやるのがいいと思います。気楽にやって間違っても大丈夫だし思います。私は靴下以外は編んだことがないのでちょっとねよくわかんないですけど、でもこのねちっちゃな面積の中にいろんな要素が入ってて面白いですよ。はい、じゃあこっち側もね増し目なしでそのまま編んでいきます。こんなに自分が編み物にはまるとは思ってなかったので、本当新しい世界で楽しいなって思います。毛糸もいっぱい染められるしね。14。はい、7段目終わりました、はい、ちょっと休憩、今ねお茶飲んでます。増し目をする段としない段を交互に繰り返し20目まで増やしていきます。はい、それでは増し目の段ですよ。最後の12段目、これで、2目増やして全部で20目になります。増やしていきましょう。ここね、こう持って編みます。ここで増し目するんだったっけ。これです。ほんと忘れちゃうんですよね。でここで増し目をしていきます。はい、反対だったね。
そういえばね、コメントでね、網動画待ってますっていうコメントをね、いただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ増し目します。左側2目下です。これを引き上げて後ろで増し目します。12段目の反対側も2目増やして20目になったらつま先は完成です。はい、これで全部で20になったはずです。数えます。2、4、6、8、2、4、6、8。はい、じゃあこれでできました。この糸端がどっちにあるのか、ちょっとこうやって中を見ないとね、分かんなくなってくるので、この目印としてマーカーをつけます。毛糸用のね、編み物用のマーカーでもいいし、こういった普通のね、クリップでも代用できます。これを見ながら説明したいと思います。毛糸ってこんな風にビョインビョインって伸びるのでね、足にぴったり作るために、2センチマイナスにします。そうすると私の足は24センチなので、マイナス2で、ここからここまでね、22センチなんですね。22センチで作って24センチの私が履くと、こう足にぴったりとした靴下になります。そして、あとの5センチの意味なんですけれども、ここのね、このかかとの部分が、これがちょうど5センチになりますので、自分の足の長さから伸び分の2センチを引いたもの、そしてかかとの5センチ分を引いたもの、トータルで、2たす5なので7センチ引いたものが、ここまでの長さになります。私の場合はつま先から、かかとが始まるまで17センチ、こうやってね、編んでって17センチになるまで編み進めます。はい、それではいきましょう。最後に色を変える場合について簡単に説明して、この回を終わりにしたいと思います。まず1目目編みます。そしたらね、2目目編む時につま先を編んでた糸をね、こうくるんと沿わして、そして編みます。これをね、この糸端が全部この中に入るまで続けていきます。次回はラップ&ターンのかかとから始めますので、そこまで編み進めておいてください。動画の感想やわからなかった点などコメント欄でぜひ教えてください。この動画で皆様の理解が少しでも進んで、楽しい編み物の時間をサポートできていたら大変嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。